俺デカストかけたって。デカストがフライパー狙ってたら。フライパー狙ったら。え、ルアーは何？よくわかんないシンキング選手でね。ビッキしてたら。ドンって。ドンと。フライパーがあってから。走ってちゃうみたいな。あの沖で花束が。でかかった。でかかった。早い勝負。でかいストライバーは？出てきましたね。じゃじゃんと。おお。こんな感じで。これライン何ポンドだったんですか。ラインは3ですね。ライン3ポンドでよく取れましたね。ヒットルアーはこんな。シンキングペンシル。シンキングペンシル。やっぱ小高な意識してますね。口細パターンですかね。なんですかね。じゃあもう一度、もう一度、よいしょ、見せてあげてください。おめでとうございます。またもや、またもやストライパーが焦んなくていいよ。ボンボン障害物も入ってまかれて最後終わりな。いやー、おめでとうございます。すげえ、危ねえな。よかったね。あった、うっけ。ヒットルアーはあ、してないっすね。あ、俺の昔から大好きなマイティーペッパーだ。よっと、マイティーペッパー何気にストライパーキラーだったんですよ。今の感想、そうだ。いやー、やばいっすね、これは。これ、クライパー狙ってて、もしかしてかかっちゃったってパターンですか？そうですね。出かがりして、外して、外巻きした、早巻きした瞬間。ドーン！ドーン！うわー、いいバスですね。ストライプのバス。ストライパー。デカライパー取っちゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。